タッピングをきれいに鳴らすコツは叩くのではなく押し付けてタッピングすることです。皆様ごきげんよう。8弦ソロギタリストのマサトゥーンです。皆さんも一度は YouTube や SNS でエレキギターでソロギターを演奏するプレイヤーを見たことがあるのではないでしょうか。代表的なプレイヤーだと都心アバシやイチカやイベットヤング、そして何を隠そうこのマサトゥーンもエレキギターでソロギターを演奏するアーティストの一人です。ここ近年で流行っているエレキギターや多弦ギターを使用したモダンソロギターはタッピングが必要不可欠です。けれどクリーントーンでのタッピングってめちゃくちゃ難しいんですよね。けれども大丈夫、クリーントーンのタッピングはコツさえつかめば簡単に鳴らせるようになります。今回の動画ではクリーントーンのタッピングをきれいに鳴らすコツを紹介します。この動画はタッピングに挑戦しているけれどもきれいにならない方、 SNS 映えをするテクニックを身につけたい方、新しいテクニックを取り入れて自分の技術にしたい方、こんな方に特におすすめの動画になっています。この動画はタッピングをきれいに鳴らすコツについてフォーカスして紹介していくので、今日から使えるタッピングフレーズを知りたい方はこちらの動画を参考にしてください。それでは早速いきましょう。クリーントーンできれいなタッピングを鳴らすためには2つのポイントを押さえるだけで OK です。1つ目のポイントは指の腹でタッピングをする。タッピングのプレイヤーを見ていると指先でタッピングをしているのではないかなって思う方も多いのではないかなと思うんですけれども、実は指先だけでタッピングをするのには大きなデメリットがあります。一つがどうしても爪が当たってしまって綺麗に標準を合わせることができない。二つ目が強弱をつけにくくなってしまうんですね。一方指の腹でタッピングすることによって狙ったポジションに正確にタッピングがしやすいだけではなく、指の腹でタッピングすることによって ハモリフレーズもきれいに鳴らすことができます。こんな具合で強弱もつけやすいです。さらにさらにですね、指の腹で押さえることによってビブラートもかけやすくなるんです。ただ音がきれいになるだけでなく、さまざまなテクニックも盛り込みやすく正確にタッピングができるようになるので、まずは指の腹でタッピングすることを意識してみてください。2つ目のポイントが叩くのではなく押し付けて音を鳴らすこと。タッピングプレイって結構手数の多いプレイヤーが多いので叩いてる風に見えるんですけれども、実は叩くだけだと感じる強弱もつけられないですし、アタック音だけがどうしても強調されてしまって綺麗にならないんですね。けれども押し付けるように鳴らすことによって きちんと音が伸びるので一音一音聞かせやすくなるだけではなく、強弱をつけられる幅もぐんと広がるので綺麗な演奏に聴かせるための重要なポイントの一つとなっています。多くのモダンソロギタープレイヤーが必ずと言っていいほど取り入れている技術が ハモリタッピングです。単音タッピングが鳴らせるようになってもハモリのタッピングはなかなか難しいなという方も多いのではないでしょうか。今回の動画ではハモリのタッピングでも特に使いやすい3度と6度のハモリを紹介していきます。まず3度ハモリの1弦ルートのポジションがこちら。もう見ての通りタッピングする幅がかなり狭くなっています。なのでコツとしては
指をこういう形にして、マイナーサードの際はメジャーサードの際はちょっとメジャーサードの方がやりにくいんですけれども、指を開き目にしてタッピングしてみてください。2弦ルートの3度ハモリがこちら、1弦ルートに比べるとちょっと弾きやすくなっています。なのでマイナーだとメジャーだとこんな風に弾きやすいので、最初はまず3度ハモリを使う際はなるべく2弦ルートでメロディーを作っていくと弾きやすくなります。続いては6度ハモリのタッピングです。1弦ルートの6度ハモリのタッピングがこちら。気づいた方もいるかもしれませんが、3度ハモリより6度ハモリの方がタッピングで音を鳴らしやすいんです。マイナーだとメジャーだと一つ弦を飛ばすことによって指の感覚も余裕を持って鳴らせるので、速いタッピングフレーズにも取り入れやすいポジションになっています。次は3弦ルートの6度ハモリなんですけれども、逆に3弦ハモリになるとこういった感じのポジションになります。3弦ルートからのハモリは逆に指の感覚がかなり広げなきゃいけないので、マイナーとメジャーです。こちらも3度ハモリと同じく、やはりメジャーが少し入れづらいので、自分のギターの指板の広さをとにかく掴むためにゆっくりで大丈夫なので、こんな感じでまずは指に指板の広さを慣れさせてタッピングを鳴らすように意識してみてください。モダンソロギターを演奏する上において、特にタッピングプレイだとコンプレッサーは必要なのか、マサトゥーン的にはコンプレッサーは必須のエフェクターです。けれども、コンプレッサーがない状態でも、きちんとタッピングで音を鳴らせる上でコンプレッサーをかけることが重要です。コンプレッサーイコールギターを弾きやすくするエフェクターって捉えられがちで、実際これも正解の一つではあるんですけれども、コンプレッサーをかける大きな目的の一つが音を聞きやすくするためのエフェクターなんですね。平たく言えば音量差をなくすためのエフェクターなんですけれども、タッピングしたり特にね、多弦ギターになってくるとどうしてもギターの構造上高音と低音の音量差っていうのはどれだけ調整しても出てしまうものなんですね。それを聞きやすくするためのもう魔法のようなエフェクターなので、なので人前で聞かせるための演奏をしたりとかレコーディングをする際はコンプレッサーをかけることを強くお勧めします。どういったコンプレッサーがおすすめかというと、いわゆるスタジオ系コンプとかナチュラル系コンプって呼ばれるような、あまりコンプレッサーをかけていてもかけている感じがしないような自然なかかり具合と言われているコンプレッサー、あとは対応するレンジが広いことも重要で、通常のギター用にチューニングされたコンプレッサーって結構多弦ギターで使うとどうしても低音が潰れてしまったりとか、逆に高音に強くかかりすぎてしまったりとか、バランスが逆に取りづらかったりするんですね。なので対応しているレンジが広い、例えばマルチバンドコンプとかベースにも対応しているようなコンプレッサー、あとこれが一番重要なんですけれども、コンプレッサーってどうしても小さい音を持ち上げるという性質上ノイズが乗りやすいんですね。なのでノイズが乗りにくいコンプレッサー選びはとても重要です。あくまでこれはマサトゥーンの好みなので、ぜひね、気に入ったコンプレッサーを使っていただきたいんですけれども、個人的におすすめのコンプレッサーがライムトーンオーディオのフォーカスとボスの CP1X です。それでは果たしてコンプレッサーをかけるとどれぐらい変わるのか聞いてみてください。
こんな感じでコンプレッサーペダルって結構地味って言われがちなんですけれども、サウンドは大きく変わります。コンプレッサーを使うタイミングとしては、練習の時はコンプレッサーをかけないで、レコーディングの直前とかリハーサルの段階で初めてコンプレッサーをかけるのがおすすめです。なぜかというと、いきなり本番とか撮る直前でコンプレッサーをかけると、やはり弾き心地とかタッチのレスポンスも変わってきてしまうので、本番を弾くちょっと直前ぐらいでコンプレッサーをかけた音色に鳴らしておいて本番に臨むというのがマサトゥーンとしてはおすすめの使い方です。どちらのコンプレッサーペダルも大きくキャラクターが異なるんですけれども、共通して普通のギターにも多弦ギターにも両方対応できるので、モダンソロギターに挑戦してみる方はぜひこちらのコンプレッサーも試してみてほしいです。今回の動画もいかがでしたでしょうか。タッピングを取り入れたモダンソロギターは見た目が派手で一見難しそうなんですけれども、コツさえつかめれば楽しく演奏できるようになるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。僕の YouTube チャンネルではモダンソロギターの演奏動画だけではなく、多弦ギターの魅力が伝わるような解説動画や6弦ギターでも弾けるような解説動画だったり、マニアックだけれども楽しく挑戦できるコンテンツを更新しているので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。この動画を見てくれた皆さんはぜひコメント欄に、今練習していてこういったポイントにつまずいているよとか、こういった取り組みをしているよというものがあったらぜひ紹介してください。さらにですね、今回の動画もそうですし、僕のハウトゥー動画でより詳しい内容を知りたいよという方はオンラインレッスンも受け付けています。動画の概要欄に貼ってあるホームページから詳しくチェックができるので、興味を持ってくれた方はこちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。